まあ1時間配信そうだよ本人。でもねちょっと髪の毛ねちょっとポニャンってなっちゃったけど、まあ、いいか。ポニーテールのポニーテールをするときにする技があって、ちょっと上から見たら今超適当なんだけど、上から見たら分かると思うんですけど、この真ん中よりもちょっとずらしたい方向にずらすと、こうやってちょっと横から髪の毛が、多分まっすぐだと全然見えないから、ちょっと横にずらすと正面向いても見えるっていう技、これはよく撮影の時とかによくやってる技です。リップを塗ります。鏡がないから分かんない。OK。 にゃー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 。今日は何の話しようとしたんだっけ、忘れちゃった、なんだっけ。あでもすごいなんか6時とか7時、今日すごい早めに支度してたんですよ。まだ別にどこも行ってないんですけど、支度をしてて6時とか7時とかになって、なんかあーショールームまだかなみたいな、すごい楽しみにしてました。今日は楽しみにしてたよ。お話し会緊張するね、緊張しなくて全然。でもなんか久しぶりだから私も緊張する。どういう感じか、お洋服見せて。お洋服はパジャマです。すごい毎年着てるジラピケの半袖のワンピースのパジャマ。そうなんです、ジラピケのねクマのねパジャマ、すごい人気のパジャマがあったんですけど、そう、それをずっと欲しいなと思ってて、残念ながら買えませんでした。残念。またねいつか出た時に買おうと思います。なんかパジャマってさ、すごい欲しいなと思うやつとかたくさんあるんですけど、絶対売り切れなんだよね。私は欲しい、多分目の付けどころがいいのかもしれないって思ったと思う。そういうことにしておく。すごい顔がキラキラになるよ、ほら見て、なんかビスっぽいキラキラン。ねえ、あすごいギフトがたくさん、ありがとうございます、嬉しい。あとはね、最近はね、最近はその握手オンライン、いつも握手会って言っちゃう、オンラインおしゃべり会のの洋服を考えることが多くって、考えてて何がいいかな。でもあのその、まあ、9月の後半10月ぐらいだから、今半袖買ってもまあど半袖じゃないかなみたいな感じもするけども、まあいっかと思って、ちょっとねかわいいかわいいお洋服をちょっとね見てます。いろいろ見て決めて言います。でも私が欲しいと思ったお洋服、それも売り切れなんだよね。本当に最近ついてないんですね、売り切れが多い。なんかね、なんか可愛いお洋服、なんかね半袖のワンピースみたいなね、ここになんかキラキラがついてるボタンみたいな、ね、
残念お店に行けばあるのかな、また再あの再販っていうの再入荷されたらちょっと着ようかなとか、可愛い系にしようと思います。まあ、みんなが喜んでもらえるのが一番だから、多分自分が着たい服ってよりかは、でももちろん自分が着たい服の中から選ぶんですけどね。えいつもと違うアイライン、そうアイラインはねアイラインはねいつもはこうなんですけど、でもアイラインあんま引かないけどこうなんですけど、今日はちょっとこうこう下げてピュッしてみた、ポニーテールにしたからね、ちょっと夏っぽく変わったメイクにしてみました。でもね、まあこの画面で見るとすっごいお化粧が濃く見えちゃうんだよね、いつも思うんだけどね、普通にしてたら全然普通なんだけどね、まあいっかまあいっかって感じ。でもそうちょうどね髪の毛がねこのショートあたりのねポニーテールがこんなちょっとこんぐらいショートになったらこんな感じ。加藤みなみですわかんなわかんなすぎ、なんか歯についてる、歯に口紅ついちゃうねよくね、お歯の人教えてくれる、壁にしてるよって優しい声、あの握手会の時ノエっぽい、ノエっぽい、本当、あ確かにねノエっぽいね、ノエもポニーテールよくやったもんね、ポニーテール、あそういえばこちらに私のおばあちゃんがくれた、こちらが空気清浄機と加湿器のセット、加湿器違う扇風機加湿器トリプルセットのやつです置いてみた、昨日なんかみんながどこみたいな感じだったから多分置いてみた、結構デカめ感じ、ダイソン、ダイソンっぽい、ダイソン、ほらダイソンっぽい、あ切れちゃう、待ってね、さっきの角度はどこでしょう、でかいよねこれ、羽がないやつね、あそういう感じ、わかんない私よくそういう感じっぽい、し新潟湿気多すぎだよね本当に、それ湿気だらけだよ、でか湿気が多いとさなんか暑いけどさ、あなんか明るくなった、暑いけどまあなんか肌にはいいんだろうかなみたいな感じするから、そうベタベタするから乾燥しなくていいかなみたいな、容器まあでも蒸し暑いの私あんまなんだろう苦手じゃないんですよ、好きではないけど乾燥よりかは全然いいかなみたいな、あおすすめのねパックがあって、じゃん、しんのすけのパック、しんのすけのお米のエキスが入ったパック、めっちゃ良かった、これなんかいろんなパック使ったけどやっぱこれいいなと思った、すごいなんかあんまりベタベタもしないから、男性の皆さんこれちょっとおすすめかもしれない、
が女性の方もすごいおすすめだけど、女性の方は言うなんか結構しっかりなんだろう乾かない方がいいみたいな、ベタベタの方が好きな人多いと思うけど、うん、これはめちゃ良き。でも人気だからね、あんま売ってないんで、どこに売ってるのか。私はふるさと村で買った。でもあんま売ってない、ネットでは売ってると思うけどね。良きです。じゃーん、ダフィーちゃんね、今日からディズニーランド再開したよね。シーかランドとシー、私も行きたいね。で新しいさキャラクターのなんだっけ、カメみたいなやつと犬みたいなやつと、え、これそんなわかんないけど、全然高くないよ、1000円くらいかな、ちょ覚えてないけども、そんぐらいな気がする。クッキーヤンっていうの、めっちゃ可愛くね、クッキーヤン、犬みたいなの。カメみたいのもさ、なんかキャラクターというより、キャラクターってさなんかこう可愛くしがちだけどさ、カメみたいなやつさなんか独特すぎて可愛いとってもね、会いたい。カメ、カメは可愛いよね。クッキーヤンもめちゃめちゃ可愛い。でもクッキーヤンってさ、もともとさ、え、私持ってないわ。なんか香港のディズニーランドにいた気がした。あ、いないっけ、どっちだっけね。カメ今までにない感じ、ほんとそれびっくりだよね。オルくん、オルくんっていうの、あー、オルくんっぽいわ。オルくんオルくんね、へえ。ランド C 再開ですね。でもさ、すごいさ、いつもはさ100分とか180分とか並ぶアトラクションでも25分で乗れたりとか5分で乗れたりとかするらしいですよ。いいな、でも当たんなきゃね、あれだけどね。すごい、ディズニーランドとディズニーシー行きたい。ウィズ行ってた。あ、そうなの、いいな。5分って聞いた。ね、そんなさ早く行けるの。あ、でも入場何時に入場とか決まってるみたいだよね多分。ソアリン30分待ち、いいな。そうらしいよ。だからいつもはさ誰でも来れるみたいな感じじゃん。だからすごい人数が多いときはそれなりの並ぶ時間は必要だけど、今制限されてるからこそ逆に並ぶ時間とかね、そう限られて、なんか暑い夏だとさ並ぶのもすごい大変じゃないですか。だからね、すごいいいなって。全部乗れるか、それねそれね、全部乗れちゃうかもしれない。でも私パレードとかはあんまり見ない、見ないっていうか見るけど、そんなになんだろう、並んではではあんま見ないタイプなんですけど、なんかちょっとパレード見たいなって気持ちもある。なんかね、こんな状況だったからこそね、まあパレードやってないと思うけど、なんか落ち着いたらゆっくりなんかいいパレードショーみたい。でもさ思ったんですけども、そのオンラインおしゃべり会で握手会と一番違う点はさ、ファンの方同士のさ会える場所がさなくなったよね、ないよね。なんか握手会でファンの
皆さん同士がこう話してるのとかが見えるのがすごい楽しいっていうか嬉しいんですよ。なんか並んで待っててくれてる時とかにお話ししてたりとか、楽しそうにしてくれたりとか、私の話してくれてんだろうなみたいな、そういうところを見るのがねすごい嬉しいんですよ。そこで仲良くなってくれたりとかしてくれたらさらに嬉しいし、なんかそれがないのがそう、まあファン側になった時にすごいなんか寂しいなって思う。みんな思う？ね、そうだよね。いつもさ、そう最後の分まで待っててくれたりとか、みんながお見送りしてくれたりとかしてるのを見てきたから、そういうのがないのかってね。そうだよね。そうだから、それがねすごいね、なんか寂しい。そういうのがないとね、あの雰囲気を見たいなって思うんですけどね。まあね、仕方ない。でも劇場早くできたらいいね。劇場したいですね。でも劇場するとしたら多分そんな一気に全員は多分立てないと思うので、まあ徐々にの方向にはなるのかなとは思うんですけどね。ファンの皆さんも一気に全員はその劇場全部は埋められない、埋めることはできないかなと。もしねファンの皆さんが劇場に当たってきてくれるってなったら、多分抽選でその半分とかそういう感じなのかなとかね、思ったりとかねするとね、すごい残念だなと思うんですけどね。まあ、その分一人がその両隣の皆さんの声も背負って声を出してくれたらいつもと変わらない大きな声援にはなるんですけどね。でも私今年中というか、まあ今年中にというか、まあこれから近いうちにやりたいなと思うことは、なんか劇場でソロのイベントとか公演とかできるように、なんかみんなが楽しめるようなことしたいなってすごい思うんですよね。多分みんな来てくれるかな、そしたらどうしよう、席埋まんないかもしれないけどもね。ぜひね来てほしいね。やりたいよね。だからそのためにももっともっと結果出さないと、そういうことにつながらないかなと思うので、この調子で頑張っていこうと思います。なんかそこを目指して近いうちにやりたいなみたいな。まあでもね、できるかどうかわからないけど、こととかいろいろなんか楽しいこと考えて今やってます。なんか難しいかなとか、ちょっと無理かなとか思うことでも、やりたいって思うこととかをちゃんと声に出して言うことをすごく心がけて、何にもできない状況だからこそ、なんかこういう時にちゃんとやりたいことをも持っていって、でいざこう全部再開した時にみんなに思いっきり楽しんでもらえるようなことをね、今準備していきたいなと思うので、まあでもそういうのはね、まあでもね、もっともっと人気にならないとね、難しいところもあるんだけどね。だからもっと頑張んなきゃなと思うので、そうだね。でもこうやってみんなが応援してくれてるからこそ、
絶対に実現させたいなっていうふうには思います。そうね、なんかみんなにさ、こういうふうに思ってんなとか、こういうことやりたいなみたいなことをできるできないじゃなく、言って相談というか言ってみるみたいなのは大事かなって思うのでって感じです。うん、一緒に頑張ろうね。あ、みんな見に来てほしいな、全員ねえ、言霊ね、言霊って大事だよね。最近歌ってる歌ってる、まあ劇場はないけども歌ってたり歌ってなかったりかなまあね、新曲リリースさせていただくのでお楽しみに。TB ブロスの返済はいつ登場？ TB ブロス、あ、なんだっけ、あれですよね、1ヶ月メンバーが返済っていうやつですよね。それね、あ、そうだ、それリツイートしなきゃ、ノートのやつね、ちょっと待って、ツイッター、私もなんかあんまりよく分かってなくて、実は実はなんですけど、そうなの、どこだろう、MGT、 そうなんですよ、それね、いつだろう、わからないでもみんな、私もすごい楽しみ、それちゃんとみんなに読んでもらえる内容にするね。これです、ツイート、リツイート完了。そう、なんか一人一人の記事みたいな感じですよね、ネット記事みたいな。そう、楽しみに待っててください。もう購読しましたって方も多いですね、楽しみなんか衝撃の事実とか書いてもらっていいのよって書いてある衝撃の事実ね、そうですね、ないかな、まあでも探してちょっといいネタがあればちょっと考えておきます楽しみにしててください。私も楽しみだな、どんな感じなのか。そうだね、ひなたインタビュー割と踏み込んでる、本当に私も見てみようかなあ、吉田さんね、あ、そうなんですか、へえ。最近海行った、おすすめの場所ある？海、出ないかも。かやたの日焼け良くなった、いや全然やば、全然良くないわ。太郎ちゃんが琴美奈は透明感は手に入らないって話してた。あ、あゆ太郎。そんなことないよ。
そんなことないよ。あ、海ね。海行ったかも。何の海だっけ。え、でもなんかね、角田浜の近くの海だった気がする。でもあんまよく覚えてないんだけど、それそんな感じ。それそれ、角田三里灯台、それです。そこに行きました。岬角田岬、そこでした。そう、日焼けは大丈夫。え、でも肩の日焼けは本当になんか1年ぐらい絶対治んない気がするから、もう諦めて、そう、もういいやと思って。だから他は日焼けしないよね、今から。でも、え、実際すごい焼けているの私。でもわからないでしょ、多分伝わらないけど、まあでも、え、でもいつも、あ、今日投稿するか迷ってたんですけど、投稿しようか迷ってることがあって、その私が飲んでいるビタミン C、 肌が透明感がアップするやつ、あのジュースに混ぜて飲んでるんですけど、それを投稿しようか迷ってて、でもやめた。まだ、え、ショールームで前みんなには言った。そうだから、いつか投稿します、近々多分。と日焼け止め飲む、日焼け止め外に行くときはなってる。でも別になんか最近はなんか美白っていうことをあんまり禁止になった、禁止になったというか、美白っていうの廃止、美白って表現するのが廃止みたいになって、なんか差別みたいな感じでなったから、私もなんかそんなになんか肌のなんだろ、明るさにこだわらなくてもいいのかなみたいなそこまで自分がそんなにどうなりたいのかにもよるけど、まあもちろん白い方が、白い方がっていうか明るい、肌が明るい方が私は好きかなって思うけども、でもちょっと焼けた肌のこう肌の女の子とか見てもなんか可愛いなって思うから、なんかどっちが自分が似合うかによるよね。でも本当にね、本当にそうなの。夏で日焼けした方が可愛かったりする場合あるじゃないですか。でも私日焼けしてあんまり想像がつかないって言われるか、言われたから、あんまりね、だからそうそうそう、まあ今のままでいいかなって、うんうん、まあ好みの話だよね。私はそうだね、うん、そうだ、私はなんか日焼け止めっていうよりかは、あ、日焼け止めっていう意味で飲んでたりとか、そう、あのシミができやすい、できたら多分今は全然わかんない、わかんないっていうかまだ全然出てないけど、もっとお年になったら本当に肌のシミってめっちゃ 見えやすいと思う。私は出てきやすい、なんかそんな気がする。だからそう、そのためにもシミにならないように予防したりとかっていう意味で日焼け止めとか美白ケアとか、美白ケアじゃないわ、ビタミン C とかでケアとかしてる気がする。スキンケア大事、スキンケア大好きなんだよね本当に、うん、毎日パックしてるから、パックで本当大好きねえ。何の話してたんだっけ忘れちゃった。でもカータン、え、カータン、私のおばあちゃんなんですけど、めっちゃ肌綺麗なんですよ。
もう本当にめちゃめちゃ綺麗、しかもめちゃ白目、そうシミとかない多分、うん、めちゃ綺麗なの肌ね。片身のみたいになるにはどうしたらいいかという質問が出て無理と答えていて私もアユになるのは無理ですよ逆にね、あんなに可愛い、あんなに可愛いさ子がいたらさ、もうさ何、なんか私がもし同級生であんなに可愛い子がいたらなんか友達に逆になれない気がする、可愛すぎて、なんか遠くで見てるみたいな可愛いなみたいな、そうそんな感じ、可愛いよね、ほんと可愛い。でもあゆ私高校生の時から知ってるけど、めっちゃめっちゃ可愛かった、普通に一般人の時から、もうずっと可愛いよね本当に同い年として光栄だわ、可愛すぎて。あゆみなが同じクラスにいたら天国です、本当に嬉しい。あゆとみな同級生だったよ、同じクラスだったよあゆとみなとゆか3人一緒だった、あゆとみなとゆかいつも3人で頑張って勉強してた、そうすごいクラスでもクラスの友達、友達っていうか全然喋ったことないの、その学校のこと、本当に本当に喋ったことないそう、あ先生はすごいいい先生だった、なんか私なんか学校来れますかみたいな感じでそう連絡してくれたりとか、そうそうそう、いい先生でした。そもそもねそもそもね、ねえでも休憩時間っていうかご飯食べる時間とかは3人でいつもご飯食べたりとか楽しかった休み時間はね、そう黒板で遊んだりとかしてた楽しかったな、何の話しようとしたんだっけ、私今日話すことあったんだよ、あーなんだっけな忘れちゃった、忘れちゃった、なんだっけな、忘れちゃった、あーなんだっけ、あそうだ思い出した、最近あのメンバープロデュースで生写真撮ってるじゃないですか、私は最初はお家の写真、お家でいる時のマロンとかクレープとかの写真で、その次のプロデュースの時は公園で撮った写真とかあるじゃないですか、どういうプロデュースが嬉しいかちょっと逆にどういうプロデュースが好き、こうやってほしいなみたいな、こういう生写真だったら欲しいなみたいな、ちょっと意見欲しい、寺田公園じゃなくて寺山公園だよねあそうそうらしい、なんかごめんね本当に違った、
海の写真、海子、海、海か。海ね。ウェディングドレス、ああね、ドレス系ね。わかる、ドレス系も。パジャマ、パジャマ。夏だから。何がいいんだろうか。まあね。確かにカメラ目線じゃないし自然の姿いい。確かにね。それもいいよ。水着、水着ね。水着、水着あ、水着はでも。生写真にしてはハードル高すぎじゃないですか私は多分ね、水着は多分ダメだと思うそう、グラビアの写真だった、グラビアの雑誌の時とかはいいと思うけど、普通に多分アウトだと思います。花火してるとこ、あ、いいね、いいね。でも夏毎年浴衣やってるよね確かって気がする。あーねー、でもみんなどんな生写真でもさ欲しいと思ってくれる生写真にするから、みんなよろしくねみんな絶対ゲットしてね。ちょっとすごい考え、頭の中でそれずっと考えてる、何がいいんだろうな、考えてるんだけど、なかなかやっぱみんなの意見を聞かないとと思って。変顔とか変顔はさショールームでよくないか動画でよくないか、逆に季節系がいいかも。ああね、季節系ね、そうだよね、確かに。浴衣、まあ水着の浴衣、浴衣もいいけどね、浴衣いいね。え、浴衣だったらどう、みんな好き、でも私可愛いなんか洋服もいいかなって思うんだけど難しいね。みんなちょっとじゃあよろしく水着でマロの散歩は本当におもろい面白すぎる、そんな人いないっしょ。ね、まあ定番だけどね、浴衣はいいよね確かにね。え、みんなさ生写真をさ買ったらさどういう時にさ見たりとかさするの、いつ 見たり使ったりとかはないかもだけど、どこに飾ったりとか。家にプールある、海外のセレブみたい。家にプールないよ出かけた時とかご飯食べる時に乗せる、ご飯食べ物の横に添えてさ。なるほどね、そういう感じか。じゃあご飯を食べる時私と一緒に食べてるよ的な感じで。
なるほど、いろんなパターンをちょっとじゃあ参考に寝る前に拝みますいい毎日を。待って、ドキドキ。本当はポスター欲しい。え、わかる、ポスターのさグッズさ出したい、出したいっていうか販売したい。私ポスターなんか握手会でさ前さポスター当たるさなんか部あったじゃん。その時ポスターいいなって思った。うん、ポスター別に飾んなくてもさ、まあ、飾るのが目的なポスターはそうなんだけど、飾んなくてもね、なんか思い出になるし、でかいし可愛いしいいなって思う。カレンダーね。で、私もしグッズ出すとしたらカレンダー作りたい。個人のカレンダー個人カレンダー作りたい。ポスターいいねって言って、でも前ポスターあったんだよ、単独の時出した気がするよ。ポスター撮った気がする。確かに。カレンダーいいよね。カレンダーはさ AKB カレンダー、日めくりで360枚、ちょっと結構多いな ポスターいいよね。ポスター欲しい。 NGT でポスター作りたい、みんなでね。ポスターじゃないカレンダー間違った、カレンダー作りたい。あ、そういえばもしかしたら明日、明後日、しあさ、明日はできる。明日は逆に夜できる。夜、うーん、今日と同じ時間にします。21時から22時、今日と同じ時間にショールームします。明後日はできるかわからないんですよね。ちなみになんですけど、ちょっとね仕事があって、多分できないかもしれないとなると本当に申し訳なくて、1週間やるって言った私ができない、まあでも仕方ないんですけども、どういたしてもできそうにないかもしれなく、まあちょっとそれは知らないってことで、ありがとう、ありがとうね、知らないってことで。やりたい気持ちは本当にやるつもりはあったんですけど、一週間、まあ振り返りで、ちょっと振り返りでよろしくお願いします振り返りとかはねちょっとよくわかんないけど、振り返りで、そうね、そういうです。まあできる時にやるので見に来てくれたら嬉しいと思います。逆に朝誰が見に来てくれるの見に来てくれる人いるの朝。朝ならめっちゃ
朝かもしれない。それか結構夜よりめの朝かもしれないし。ラジオ体操やろうかな。まあまだちょっと決まってないんですけど、よろしくお願いします。イベントの時ね、朝5時にさ、4時台に起きて5時にさ配信スタートしてさ、本当に自分としてもよくできましたって感じです。みんながいたからできたけどね、多分一人じゃ絶対できない。まあ一人だったらやる意味ないですけどね。今考えたらみんなですごいことしてたよね。もうなんか忙しいにも程あるくらい忙しかったよね。でもあれを超えた私と皆さんはきっと強いはず。あれを経験したらもう強いはず。なんか本当に でもそう大変な、そうだよね、大変だったけどすごい思い出に残ってるってことはすごいいいことだったなって思うね。もうイベントやんないでね。確かにね、こんなに大変なイベントはねちょっとゴリゴリだよね。みんなもねそう思います。私もそう思います。みんなしてやんなくていいよってやめてって。面白すぎ。ね、大変だよね。そうだね。あ、そう言いたいことあったの。昨日ね、私ねメール送ったんですよ。そしたら送ったんですけども、なんだろう、全然なんだろう、私11時前ぐらいに送ったんですけど、そしたらなんかずっと送信されてなくて、送信されたのが12時過ぎで、あれと思って、結構なんかちゃんと帰ったんですよメールなんですけど、届いてなくて、で今日のショールームは、あ、ショールームありがとうございました、見れる時間がみんなバラバラだったし、お昼の時間に見れないよって方が多いので、明日の配信はいつも通りにしますって書いたんですけど、なんかみんなに伝わってなかったっぽくて、あれと思って、え、なんでだろうと思って、そう起きてメールでなんかショールームないねみたいな感じだったから、あれと思って、あ、送られてないと思って、そうごめんね、私なんか携帯のせいなんですけど、私ちゃんと送ったんですけど、送信され1時間過ぎて送信されてて、そんなことない、今までなかったんですけどね。来てないよね、そう届いてないの。そしてそうなの、だからちょっと内容、書いてた内容とはまたちょっと違うけど、今日もまた送るね、こういう感じのこと昨日書いたんだみたいな、そう T シャツの話とか書いてたんですけど。そうなんです、本当にごめんね、なんかみんな待っててくれてたみたいで、そうそうなの、だから本当にごめんね。ゆかちゃんも3通くらい送信したのに届いてないって言ってた。あ、そうそういうことがねたびたびあってね、本当に申し訳ないです。そうすぐ気づけなかった、私もごめんなさいなんですけどね。え、でも返信見て気づいたよちゃんと。そうそうそう、だからありがとう、逆に届いてないことを知れてよかった。で急いでツイッターでちょっと言いました。告知じゃないけど、今日はこの時間でやるよって感じで。そうね、メール今日メール何つあったかな、何つ届きました今日、
もらえてない気がするね。また送りますね。ショールーム終わったら送るね。で見たよ昨日マロンさん、ナナさん見ました。みんなありがとう、すごい嬉しい。ちゃんと意味こういう感じっていうのをだよっていうのをちょっと教えて載せてくれててありがたかった。そう見たよ、みんな全部見てよ。ありがとう。見ました。なんかあえてみんながこう仲良くっていうかみんなでこうなんか応援してくれてるのが見れるのがすごく嬉しくて。そうだね、ありがとうございます。逆にね。また見に行きますね。まあこれはちょっとね、どんなものかはちょっとまだここの皆さんにはちょっと秘密なんですけど、メールを取ってくれてる皆さんちょっとね、まあでもまあちょっと気になるなって方はハッシュタグマロンさんななさんで、マロンひらがなさんななさん三角でちょっと検索してみてください。だいたい理解してるよ。あ、よかった。今日のインスタ何載せようと思っててさ、まあとりあえず食べたものは毎週載せてるから食べたものは載せてるんですけど、けど今日は載せるものがなかったです、残念。また明日載せようと思います。夕飯はインスタに載せた、ストーリーに載せた。トウモロコシをね、毎年友達のまとめてた時のお母さんがのお家がそう送ってくれるんですよ。めちゃめちゃ幻のトウモロコシなんですけど、めちゃめちゃ美味しくて、あんまりそう売ってないんですけど、そうすごい美味しくて、甘いなんかフルーツみたいな感じで美味しいんですよ。それを私もいただいたので食べましたが、めちゃめちゃ美味しかった。ただめちゃめちゃ歯に詰まる。これはねもうしょうがない、しょうがないけどめちゃめちゃ歯に詰まる。まあ美味しいから全然、歯に詰まったらね、あのその何細いブラシみたいなでこうやって取ってね、するんですけど、歯に詰まるよね、ほんと。でもさ、そうトウモロコシってめちゃめちゃ綺麗に食べれる人いるよね。私全然綺麗に食べれないんですけど、ゆきりんさんはトウモロコシすごく綺麗に食べるよ。あ、そうなの。ちょっと聞いてみようかな、連絡してみようかな。トウモロコシ綺麗に食べるってファンの方から聞いたんですけど、どうやって食べますかって聞いてみようかな。いきなり聞いてみてもいい？ちょっとそれは迷惑かな。聞いてみようか。え、本当にそう？本当にそれ確証ある？ゆきりんさん綺麗に食べる？本当？え、巻いてた。あ、本当？本当に？でも絶対忙しいよね。ちょっと悩むわ。悩みます。本当？ちょっと聞いてみようかな。困るかな。
まず1列食べて、あとは横に1列食べると綺麗に食べれる。ほんとちょっとね、まあダメ元で聞いてみますちょっと聞いてみます。じゃあちょっと後で聞いておきますどういうことやねんってなるけど、結果ね、ちょっと結果はちょっと後ほどメールで教えようかなはい、ということで今日はこんな感じの内容になっておりました。ショールーム、まあ、とりあえずやりたいことはあるよってことと、まあ夏だねってことと、ゆきりんさんにちょっと聞いてみようかなっていうところで、こんな感じで1時間の配信が終了いたしましたが、今日見てくれてありがとうございました。そしてちょくちょくねギフトもいただいて、そうです、ハートだるま、お疲れ、朝顔、ハート、かわいいハート、バラ、これなんだ、だるま、いいね、かわいい、バラ似合う、いいね、アイス、ハート、バラ、朝顔、花束、朝顔、アイス、かわいい、バラ、ハート、などなど、たくさんありがとうございました。今日もということで、また明日も21時からショールームするので、ぜひ見に来てください。ということで今日も本当にありがとうございました。またメールこれから送ったりとかするので、ぜひ見てください。はい、ということで今日はありがとうございました。お疲れ様でした皆さん。おやすみなさい。おやすみなみ。バイバーイ。